その庶民が買えるその一軒家マンションって、はい、その3000万5000万ぐらい買うっていうのは今どこら辺のイメージなんですか、一般的に。都心部にお金持ちと外国人しかいないんで、いや難しいですね。もう駅近はほぼ無理って言って、5000万円ですよ。ピアシピーチゴールド。そう、なんか、じゃあ、家借りますって言って、じゃあ、その、大家さんに、こう、なんか、契約書とかだったら、サモアに書類送るんですよ。そうそう。いや、本当に、あと、でもつい最近あったんですよ。はあ。いや、だから、なんか、その、一軒家を買いたいという気持ちに、僕、日本で一回もなったことないんですよね。怖すぎて。その、まあ、生活環境も含めてどうなるか分かんないし、実際、なんか、その、工務店頼んでみて、なんかあの家建ててみたら傾いてましたみたいな動画とかいっぱいあるじゃないですか。それをなんか一生背負うんだったら、マンションはまだわかるんですよ。なんか、あの一緒に困る人が大勢いるから、傾いたとしたら。で、なんか集団訴訟とかになったら、なんか僕がやんなくても周りがやってくれて結果なんとかなりそうじゃないですか。はい、でも、一人だと業界の人が僕だけ騙して、で、僕泣き寝入りってなっちゃうから、ちょっとやっぱ一人では怖えなって思って、マンション派なんですけど。はい。いや、まあ、私もあのマンション住んでたりとか、まあ、一戸建ても買ったりとか、してるんで、両方わかるんですけど、やっぱり家族が増えると、マンションだときついことが多いですね。あ、広さの問題。そうですね。お金持ってる方とか、マンションの、最上階だったりとか、100平米超えてくるようなところとか、住めると思うんですけれど、まあ、なかなかやっぱそういう方ばかりではないので、まあ、70平米以下に住んで、70平米以下のこの部屋に住んでる方とかも、割と多いは多いんですけれど、まあ、その中で、その子供2人とかになっちゃうと、もう手狭で、プライベートも何もないんで、だったらもう戸建てを買わざるを得ないっていう感じですね。その面積比でいくと、マンションより戸建ての方が安いんですか？そうですね。マンションよりも戸建ての方が安くなることが多いかなと思いますね。というか、そうなんですか？はい。都心部とかで、買うとやっぱ金額高いですけど、結局地方にずれるじゃないですか。ああ、まあその地価も全然安いところに行けば結果として安いよねって話ですか。そうです、そうです。はい、はい。都心部で建てようと思う方ってあんまりやっぱいないですし。まあ、都心部でその23区内で一軒家建てようって言ったらもう奥じゃ効かないですからね。そうです。はい。だから大体一軒家買うときはもう23区から出たりとか、もっとその近隣、千葉とか埼玉とか神奈川とか、まあそういった感じで他の都道府県もそうですけれど、ちょっとこう、都心部から外れていくので、まあ、そこと比較をすると、まあ、安いかなって感じですね。でも、例えば埼玉県で、じゃあ、浦和ですっていうので、そうすると、浦和で一軒家買うより、浦和のマンションの方が、はい、やっぱ、その、広かったりはしないんですか？一軒家の方が広くなるんですか？いやー、ですね、浦和はですね、ほぼ東京と言っても過言ではないというか、金額むちゃくちゃ高いんですよ。あ、そうなんだ。もっと得意かけないですね。世のも得なんです。大宮ぐらい。大宮だとですか？大宮よりもっと北行かないとダメです。じゃあ、熊谷とかまで行くと変わる？そうですね。そこまではちょっと行き過ぎですけど。はあ、川越ぐらい？川越は高いですね。あ、高いんだ。その庶民が買えるその一軒家マンションって、はい、その3000万、5000万ぐらい買うっていうのは、今、どこら辺のイメージなんですか、一般的に。いや、でもどうだろうな。難しいんですよね、最近。何とも言えないっていうのが回答になってしまって。なんか僕のイメージだと、八王子の山奥でも3000万、5000万ぐらいで一軒家買えんじゃねえかってイメージだったんですけど、そうでもない。いやー、そうでもなくなってきてるのが最近かなって思ってて、地価も上がってますし、物価も上がってて、今と、すごいことになってるなっていうのが、まあ、印象でして、まあ、一言言うんだったら、ドイツみたいになってるって感じですかね。なんか都心部にお金持ちと外国人しかいないみたいな。で、日本のいわゆるお金持ちって、今までお金持ちって言われていた人たちは、どうしてもやっぱりその、いわゆる富裕層ですね。もう5億とかも貯金持ってる人だったりとか、うん、いわゆる外国人に押し出されちゃってるので、人たちが、いわゆる埼玉の浦和とか大宮に来るわけですよ。ってなってくると、押し出されるのでみんな、上がるっていう。はぁ、あ、じゃあ埼玉とかのその大宮とか浦和に、もともと日本のその都心部のマンションに住んでたはずであったお金持ち的な人が住んでるんですね。そうです。そっか、あ、確かにそうだわ。知り合いの金持ちもそうだわ。はい。そういう感じに今。広告代理店でブイブイ言わせてて、良いお年になった方がやっぱり埼玉の奥の方のマンションに住んでるって話になって。あ、そうなんだ。それか。はい。
だからなんか、ホシスプリゲームというか、海外の人たちがたくさん土地買ってたりするので、どん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 押し出されてそうすると、じゃあその40代ぐらいで、まあそのじゃあ30代後半で、子供がなんか4、5歳、これから小学生です。はい、ってなると、家族用マンション必要ですよね。はい、で、まあ予算としては5000万円です。4人家族で住みたいですっていう人は、今どこが買えるんですか、そのマンションとか一軒家で。駅的に言うと。いやー、難しいですね。もう、駅地下はほぼ無理って思った。5000万円ですよ。ちょっとやっぱ駅から離れていかないときついかなと思ってて。はぁ。本当に古いとかじゃないと、やっぱマンションはきついかなって思いますし、戸建てなんてもっときついので。ほう。なかなかですね。ちょっと待ってください。その、都内でほら、働く人じゃないですか。その、はいはい、5000万円ぐらいのローンが作れる人って。はい、でもそうすると、都内の通勤圏内だと、やっぱり片道1時間半ぐらいじゃないとなかなかきついじゃないですか。往復で3時間でも相当ですけど。はい、でも、そうすると結構、その、大宮でも多分1時間超えますよね。大宮からだったら、まあ、東京行くのにどのくらいだろう、40分とか45分とか、そんなあ、そうか、快速乗っちゃえばいいのか。はい、なんかそういうのがあるんですけど。そうすると、じゃあ、その埼玉じゃなくて、栃木とか茨城とか、そういうとこになるんですか、今の人って。とか、まあそうですね、埼玉の奥地とか。あ、じゃあもう何、足立区とかでも、もうなんか割と富裕層が住むイメージなんですか。きついですよ、きついですよ。だって、普通の、だって、例えば、じゃあ、年収700万の夫婦がいて、まあ、世代年収1400万だとするじゃないですか。うん、で、そういう人たちが、なんとか今、土地買って、家建てられるっていう状態だと私はちょっと思っていて、普通にもう土地から家買うと、もう1億超えてくる感じですね。そうなんだ。いや、子供いたら無理ですね。その1400万円で子供いないで働き続けるんだったら、まあ1億になりますけど。はい。そう。もう大体だから最近だと、まあ、私いろんなこうコンサルとかやらせてもらってますけど、もう大体1億いかない、まあ、9000万とか1億やっぱ超えてくるのとか、もう普通ですね。はあ、うん。一方でお金持ちの人とかは全然気にしないので、なんか、時に8億かける人とかもいましたし、普通に3億でとか、そういう人たちもいましたんで、そしたら全然お金気にしないですけど、うん。あ、そう、だからお金持ちの人たちってマネーゲームやってるから関係ないんですよね。全然そうです。なんか使っても別に稼ぎはいいやぐらいの感覚なので、うん、全く気にしてないですね。だからそのオリンピックの跡地の選手村だったところとかも結構その会社とか外国人の人たちが買ってて、この値段で買って、まあ利回りあるから何年か後に売ろうと思ってるだけで、だから別にいくらでもいいんですよね。利回り 10% つくんだったら買っちゃうっていうだけの話なので、で別に3億でも10億でも変わらんっていう。はい。そうですね。本当その通りですね。だからね、東京都心部とかでマンション借りようとすると、持ち主が外国人とか普通にありますからね。はぁ。今回の契約書とか見ると、外国人の名前が、はい、普通に入ってて、この間はなんか面白いのがあったんだよな。うん。サモア独立国、アピア市ピーチロード。なんか、じゃあ、家借りますって言って、じゃあ、その大家さんに、こう、なんか契約書とかだったら、サモアに書類送るんですよ。そうそう。いや、本当に、つい最近あったんですよ。すげえ。そういう時代なんですね。大家さん、サモアなんだ。そうなんですよ。で、これ、あれ、東京の、割と中心部の、六本木とかのマンションの上の方を所有してるオーナーさんがサモア。でも多分 2,3 年するともうオーナー変わってるんでしょうね。そうですね、間違いなくそうだと思います。はあ、でもちょっと